描かれた2世紀のミイ,ミイラ肖像画、またはミイラの肖像画は、エジプトの古代末期頃から死者のミイラと共に埋葬された埋葬者の肖像画。木の板に描かれた伝統的な遺体に属する絵画作品で、自然主義的なその作品は、古代美術としては極めて優れた分野の一つと、みなされている。ミイラ肖像画は、 エジプト各地で発見されているが、ファイユームのハワーラとアンティのポリスから出土した肖像画が特によく知られており、ミイラ肖像画の総称として、ファイユームのミイラ肖像画と呼ばれることもある。死者にアサやパピルスを貼り付けて、石膏で固め、その上から肖像や装飾を描く風習はエジプト第一、中間期まで遡ることができるが、 ミイラ肖像画はエジプトが古代ローマ帝国の属州だった紀元前1世紀頃から発展した風習である。紀元前1世紀から1世紀前半にかけてミイラ肖像画が盛んに描かれたが、この風習がいつ頃から見られなくなったのかは明確になっていない。近年の研究では3世紀半ば頃までミイラ肖像画が描かれていたのではないかとされている。 希少な現存する古代の優れた絵画作品としてミイラ肖像画は最大の規模を誇り、その後のエジプト国内の初期キリスト教時代を発掘し、発掘調査者年度に81点のミイラ肖像画を発見した。これらのミイラ肖像画はロンドンで公開されて大きな評判となっている。ピートリーは翌年も同じ場所で、 発掘調査を進めたが、ドイツの調査隊や現地エジプトの美術賞との駆け引きに悩まされるようになった。その後も、ピートリーは発掘調査を続け、イギリスに帰国した1911年の冬までに、さらに70点のミイラ肖像画を発掘したが、保存状態が極めて悪い作品も含まれていた。ミイラ肖像画に関しては、ピートリーの研究がほぼ唯一のものであり、 ピートリー以外に世紀の段階を踏んだ学術発掘調査と正しい論文として発表された学術的研究はごくわずかな例外を除いて存在していない。現在のエジプト考古学会ではピートリーの学説が全面的に採用されているとは言えないが、それでもなおミイラ肖像画を語る上ではピートリーの研究が最も重要な情報源となっている。 ベルリンのエジプト博物館が所蔵するアリーンの墓から出土したミイラ肖像画。アリーンの墓からは母親アリーンと二人の娘のミイラ肖像画が発見された。1892年にドイツの考古学者リハルド・ホンカウフマンが通称アリーンの墓と呼ばれる遺跡から現在でも非常に有名な3点のミイラ肖像画を発掘した。 他に現在でも有名なミイラ肖像画がアンティノポリスやアフミームなどからも出土している。フランス人考古学者アルベール芸営がアンティノポリスで発掘調査を行った時に多くの関連資料と思われる出土品を発見した。しかしながら芸営の調査は同時代の考古学者たちと同じく現代の基準を満たしたものではなかった。ゲエの研究は未完成であり、 ゲイが発見した出土品には学術的裏付けが存在しないままとなっている。現在、ミイラ肖像画は世界各国の主要な古代博物館に所蔵されている。多くの博物館でファイユームで出土したミイラ肖像画を優れた美術品とみなしており、大英博物館、スコットランド博物館、メトロポリタン美術館、ルーブル美術館などにファイユームのミイラ肖像画が 展示されている。ほとんどのミイラ肖像画が学術的に不適切な手法で発掘されたために考古学的な背景や裏付けを持っておらず、ミイラ肖像画の考古学的な価値や当時の文化、歴史を物語る資料としての位置づけは低いままとなっている。そしてミイラ肖像画の重要性や解釈などについては大きな論争となっているのが現状である。 メトロポリタン美術館で出土したミイラと共に展示されているミイラ肖像画。フリンダーズ・ピートリーが1911年に発掘したものでミイラに巻き付けられた帯状の布でミイラ肖像画が固定されている。ミイラ肖像画の多くが一人の人物を描いたものでわずかに斜めを向いたほぼ正面の構図となっている。胸から上の人物像が描かれており、 背景はモノクロームが多いが、中には装飾された背景を持つミイラ肖像画も存在する。男性肖像も女性肖像もあり、年齢も子供から老人まで様々な作品が残っている。現存するミイラ肖像画の多くが木の板に描かれた遺体で、多く、ライム、プラタナス、ヒマラヤ杉、糸杉、イチジク、シュトラスなど輸入された様々な工期が使用された。 木材から薄い長方形の板に切り出されたもので、その表面は滑らかに磨かれている。完成したミイラ肖像画は埋葬者の頭部に置かれ、ミイラの表面を覆う大状の布で固定されていた。このことによって、埋葬者の生前の顔を窓越しに見ているかのような効果を与えている。また、埋葬者の肖像画は、板だけではなく、ミイラを覆う布に直接描かれることもあった。 指示体に使用されている板には石膏が下塗りされていることもあり、この石膏層から下絵が見つかっているミイラ肖像画も存在している。ミイラ肖像画の制作には蜜蝋を用いた塩カウスティークと鶏卵を用いたテンペラの二つの技法が採用されている。塩カウスティークで描かれたミイラ肖像画の方が、 鮮やかで豊かな色彩が見られ、大きな筆致が印象派の作品のような効果をもたらしている。一方、テンペラで描かれたミイラ肖像画は、色調の濃淡表現や、淡い色の表現に優れており、抑制された印象となっている。宝飾や花輪部分の表現に金箔が使用されている作品も、ある。エンカウスティークと、 テンペラ両方の技法で描かれた作品や、エンカウスティークとテンペラを発展させた技法で描かれている作品も現存している。ファイユームで出土したミイラ肖像画から、作者たちの芸術的技能や人物描写の絵画的技量が多岐にわたっていたことが伺える。肖像画に見られる自然主義表現から、当時の芸術家に解剖学的知識があったことと、光と影を描き出して、 人物像に三次元的な効果を与える技法を持っていたことがわかる。肌の表現は一定方向からの光源がもたらす陰影で色調が付けられている。ギリシア・ローマ族州時代のエジプトはギリシアからの入植者も受け入れていた。ほとんどがアレクサンドリアへの入植者だったが、700万から1000万程度のエジプト人と共にアレクサンドリア以外の都市に住むことを選択した。 入植者も存在した。プトレマイオス町のファラオたちが再開発した都市であるファイウムに入植した最初期のギリシア人は退役軍人や軍工官たちである。ファイウムにはナイル川デルタ地帯、ウエエジプト、オクシリンコース、メンフィスなどから再開発に関係する仕事を求めてエジプト各地から移住してきたエジプト人もいたことがパピルスに記された。 当時の記録などから判明している。プトレマイオス朝時代のファイユーム住民のうち、およそ30%がギリシア人で、残りの70%がエジプト人だった。ギリシアローマ族州時代のファイユームでは、ギリシア人の割合がさらに高まっており、ギリシア化したエジプト人や、エジプト人とギリシア人の根血を先祖に持つ人々も多かった。 当時のエジプトはギリシアの影響を受けていたと考えられており、ファイユームで制作されたミイラ肖像画にも人口の大多数を占めるエジプト人の文化と少数のギリシア人上流階級層の文化とが融合している。スーザン・ウォーカーは初期プトレマイオス朝時代にファイユームに入植したギリシア人たちが当治のエジプト人女性と結婚してエジプトの宗教観に馴染んでいった。 そしてギリシアローマ族州時代のファイユームに居住していたその子孫たちは自身ではギリシア人と考えていたがローマの支配階級からはエジプト人と同一視されていたとしているギリシアローマ族州時代のファイユームの遺跡から出土したミイラの死列形状はギリシア人が入植した頃のプトレマイオス町のファイユーム住民の死列形状と比較すると ギリシア人よりも古代エジプト人により近いものとなっている。大英博物館が所蔵する検体をつけた男性の肖像画。ミイラ肖像画に描かれている人物は若くして死去したと思われるものが多く、子供も多く描かれている。スーザン・ウォーカーは2000年の著作でコンピュータ断層撮影によって実際のミイラの没年齢と性別が明らかにされ添えられている。 ミイラ肖像画との関係性がはっきりとしたとしている。ウォーカーはミイラの年齢分布から当時の平均寿命が短かったと結論づけた。エンカウスティークで描かれたミイラ肖像画は生前に描かれたものでギリシアの伝統的な風習のように家に飾られていたのではないかと考えられていた。しかしながらミイラのコンピュータ断層撮影によるウォーカーの指摘以降、 この説は広く支持されてはいない。さらに、ミイラの肖像画の中には棺、埋葬符などに直接描かれたものも存在している。ミイラ肖像画の制作依頼者は、軍人、公務員、高位神官などの裕福な上流階級だったと考えられている。ミイラ肖像画が添えられることなく埋葬されているミイラも数多い。フリンダー・ッツ・ピートリーは、自身が発見したミイラのうち、 ミイラ肖像画と共に葬られていたものは1、2%に過ぎなかったとしている。ミイラ肖像画の制作にどれほどの金額がかかったのかは不明だが、使用されている素材からかなり高額だったことが推測される。古代美術における画家たちは芸術家というよりも熟練した職人といえる存在だった。アリーンの墓からはアリーン夫妻と二人の子供の 合計4体のミイラが発見されている。この4体のうち、アリンの夫のみ、ミイラ肖像画が添えられておらず、金箔で採掘された立体的なマスクと共に埋葬されていた。死者の肖像を描くという風習の起源が、エジプトにあるのか、ギリシア、ローマにあるのか、あるいは全く民族の風習だったのかは、判明していない。ミイラ肖像画と共に埋葬されていたミイラの中には、 墓碑銘などが残されているものもあり、生前の名前が判明しているミイラも存在している。それらの名前から判断すると、エジプト、ギリシア、ローマに起源を持つ人物がミイラ肖像画と共に埋葬されている。ミイラ肖像画に描かれている人物の髪型や衣服はローマの風俗に影響を受けている。女性と子供は、 高価な装飾品と美しい衣服と共に描かれていることが多く、男性は細部にわたるまで精緻な衣服を身につけて描かれていることが多い。墓姫から読み取れるギリシア風の名前には、当時のギリシアではよくあった性が多く、中には著名な一族の性も参見される。ただし、墓姫に記された内容が真実なのか、願望交じりの虚偽なのかはわかっていない。墓銘に、 個人が船舶に関する専門知識を持っていたと記されたものがある。ヘルミオネという名前の女性が記された。この墓碑銘には、個人が語学に秀でた人物だったという文言もある。この墓碑銘のために埋葬されている女性は、専門知識を有する教育者だったと長い間考えられており、発掘者のピートリーもケンブリッジ大学で最初に創設された。 全寮性の女子カレッジであるガートンカレッジにこのヘルミオネのミイラ肖像画を寄贈している。しかしながら現在ではヘルミオネの語学力に関する墓碑銘は教育者だったことを意味しているのではなくヘルミオネが受けた教育のレベルを意味しているとされている。男性のミイラ肖像画には肩から吊り下げるタイプの検体や剣そのものが描かれたものがありこれらの男性たちは ローマの軍人だったのではないかと考えられている。プトレマイオス朝時代のエジプト人の葬送習慣は古代エジプト以来の伝統的葬送習慣とほぼ同じだった。上流階級層の死者はミイラ化され頭部をマスクで覆われて装飾のついた棺に葬られた。これに対しエジプトへと移住してきた当時のギリシア人たちの葬送習慣はギリシア風のものだった。 アレクサンドリアなどの都市にギリシアの伝統的創創習慣である仮想の痕跡が残されている。アレクサンドロス大王が地中海東岸を支配下に置いた紀元前4世紀以降、極めて徐々にではあるが、エジプト人たちはギリシアのヘレニズム文化に関心を示し始めていた。その後、ローマが属州としてエジプトを支配するようになると数世代を経て、 エジプト人の生活習慣はそれまでのものから一変することになる。カラニスやオクシリンコスなどの都市はほとんどギリシアローマ様式といえる都市に生まれ変わっていった。新たにエジプトの支配者となった偉人種ローマ人たちが多数エジプトへと流入していったことの原因があるのは明らかだった。宗教だけは伝統的なエジプト文化が残された分野だった。2世紀終わりまで、 エジプト寺院が建設されていたことが分かっている。ただし、早々習慣はエジプト文化とヘレニズム文化が混交したものとなっていった。死者が収められる棺の使用は次第に廃れた風習となり、2世紀には全く使用されなくなった。これとは対照的に死者をミイラ化する風習は依然として各地で行われていた。ミイラにマスクをかぶせる風習自体は エジプト期限のものだったが、マスクの作風はギリシアローマ文化の影響を強く受けていき、エジプト文化の作風で制作されることは稀に、なっていった。そして、ギリシアローマの作風で描かれたミイラ肖像画が、エジプトの一般的な創造習慣に入り込んで、いったのである。死者の肖像画という風習について、ローマの貴族階級層が、 先祖の顔をかたどったマスクを邸宅に飾っていたことと何らかの関連性があると指摘している研究者もいる。ローマでは早々の式次第中にローで制作されたこれら祖先のマスクを嘆き人が被り、葬々者が優れた家系の人物だったことを誇示する風習があった。日々の宗教的儀式と同様にパレンタリアなどの公式な宗教的祭典でも 祖先の霊を忍ぶ式典があった。ミイラ肖像画の発展は、エジプトがローマの属州となった時期と一致しており、エジプトとローマの伝統的な創造式が融合した結果と考えられる。ミイラ肖像画には、男性、女性、子供の頭部あるいは、胸から上の肖像が描かれている。制作年度は、紀元前30年頃から3世紀にかけてだと言われている。 ミイラ肖像画は家に飾る目的で生前に制作され、モデルとなった人物の死後に共に埋葬されたものであると長い間考えられていた。しかしながら現代ではモデルとなっている人物の死後に描かれたものではないかとされており、生前に描かれたものとは考えにくい。肖像画も発見されている。個々のミイラ肖像画は個性豊かに描かれてはいるが、 全体的な構成としてはほとんど変化がない。死者の二姿を何らかの形で残すという風習は珍しいものではないが、死者に合葬するミイラ肖像画は、それまでの死者に似せたマスクを被せて埋葬するというエジプトの風習を徐々に駆逐していった。ただし、死者にマスクを被せて埋葬する風習が完全になくなったわけではなく、同じ墓からマスクを被ったミイラとミイラ肖像画が、 発見された例も存在する。ミイラ肖像画が持つ宗教的意義は解明されておらず、葬送儀式との関係性も明らかになってはいない。もともとエジプトの葬送儀式から派生した風習であり、エジプトの支配者が変遷したことによって、複数の文化が融合した結果ではないかという説もある。ミイラ肖像画の伝統は、ナイルガーデルタ地帯からヌビアへと広まっていったが、 ファイウムやアンティノポリスといった一部の例外を除いて、それほど盛んな風習とはならなかった。エジプトの諸都市では、様々な早々風習が混在していた。どの都市でも、墓の大きさは、死者の財産や地位に比例して大きくなる傾向にあったが、それぞれの都市の風習に応じた変化があった。ミイラ肖像画は、 岩を埋まって作られた簡素な墓からも、複雑な構成で建てられた墓の石窟からも、出土している。花瓶に生けられた花や花束といった一部の例外を除いて、ミイラ肖像画は、他の副葬品とはほとんど関連性がないと、考えられている。ベルリン美術館が所蔵する、青年が描かれた3世紀初頭のミイラ肖像画。ミイラ肖像画の風習は4世紀終わりまで続いたと、 考えられていたが、近年の研究では3世紀半ばには、廃れていたのではないかと考えられている。すでに3世紀初めの時点で、ミイラ肖像画がほとんど制作されていなかったという説が支配的となっている。また、ミイラ肖像画が衰退した理由として、以下のような説が考えられている。このような、様々な理由が積み重なって、当時の風習や儀式に変化がもたらされたと、 考えられているが、それぞれの因果関係が明らかになっているわけではない。ミイラ肖像画について、あまり研究が進んでいないことを考慮すると、今後の発見、研究次第で学説が大きく変わる可能性がある。例えば、ミイラ肖像画の中心的な生産地や、ミイラ肖像画を合奏する風習の中心地を突き止めようとする研究などが進んでおり、 アレクサンドリアがそれらの中心地なのではないかとする研究者もいる。マリナ・エル・アラメインでの新たに発見が、この説を裏付ける強力な論拠となる可能性がある。現存する古代ギリシア・ローマの絵画作品がほぼ、皆無な中、ミイラ肖像画は、古代の美術を現在に伝える、極めて希少な作品群であり、影響を受けたであろう古代ローマの偉大な絵画も垣間見せる存在と言える。 小さな巻毛の女性を描いたミイラ肖像画、紫のキトンと上着を着用し、ペンダントとイヤリングを身につけている。大英博物館所像。ミイラ肖像画には様々な髪型をした人物像が描かれている。この髪型からも、それぞれのミイラ肖像画の制作年度を推測することができる。これは、埋葬者の多くが当時流行していた髪型で描かれているためである。 同時期に制作された彫刻作品ともほぼ同じ髪型となっていることが多い。ローマ帝国のプロパガンダの一環として、特に皇帝の家族をモチーフとした彫刻作品は帝国中に飾られることがあった。このような上流階級層の彫刻は、諸都市の復職の流行にも直接の影響を与えた。とはいえ、ミイラ肖像画などの出土品から、 流行の移り変わりが激しい帝国の中心地よりも、地方都市の流行は長く続く傾向にあり、複数の流行が共存していることも多かったと考えられている。古代ローマの男性は概して単発の巻き毛を好んだ。女性の髪型は流行によって様々である。第2代皇帝、テベリウスの時代には単に真ん中から分けただけの髪型だったのが、次第に、 手の込んだ髪型へと変わっていった。一世紀後半には編んだ髪を複雑に結い上げた髪型やカツラの着用も見られるようになった。第15代皇帝アントニヌスピウスの時代には小さな楕円型に編み上げた髪型が流行し、二世紀半ばには真ん中から分けた髪を首筋で結ぶ髪型が流行した。セプティミウスセウエルスの時代にはカツラのような柔らかい印象の髪型が流行し、 その後には長い髪を巻き上げて、包冠のように見える髪型が流行した。後者の髪型が流行した時期は、ミイラ肖像画の最終延期にあたる。ミイラ肖像画からは、当時のエジプトでは、巻き毛の髪型が流行していたことが伺える。小さな巻毛と包冠状に巻き上げた髪型の女性を描いたミイラ肖像画。黒い肩体のついたオレンジのキトンと、 バーから真珠が吊り下げられたイヤリング、金と宝石で装飾されたチョーカーとネックレス、金鎖の髪飾りを着用している。髪型と同様に、彫刻や胸像、ミイラ肖像画から、当時のローマ帝国で流行していた衣服がわかる。男性も女性もキトンを肌着として着用し、キトンの上からヒマティオンなどの上着を重ねて、肩に回すか、螺旋状に体に巻きつけて着用することが多かった。 男性の衣服は、ほとんどが、白一色で、女性の衣服は赤、ピンクが多かったが、黄、白、青、紫などの色が使用されている。キトンには太い縞の装飾が施されていることがあり、薄赤、薄緑、鐘なども見られるが、多くの場合は、濃色の縞となっている。間違いなく、ローマ市民を象徴するトガが描かれている、ミイラ肖像画もある。ただし、 一世紀から二世紀初頭に制作された芸術作品に表現されたキトンとト,トガは非常によく似ていて判別が難しい。二世紀後半から三世紀になるとはっきりと識別できるような芸術作品が制作されるようになるが、ミイラ肖像画の制作はこの頃には下火となっていた。ごくわずかな例外を除き女性の肖像のみに宝飾品が描かれている。描かれている。 宝飾品は古代ギリシアローマでよく見られたものとほぼ合致する。特にアンティノポリスから出土した女性のミイラ肖像画にはシンプルな金リりと大ぶりな金冠が描かれていることが多い。エメラルド、カーネリアン、ガーネット、メノー、アメジスト、そして稀ではあるが、真珠などの円筒形あるいは球形に加工された宝石、半奇石も描かれている。 金と宝石で装飾されたチョーカーを身につけて描かれたミイラ肖像画も存在する。イヤリングには3つの基本型がある。最も多いのが1世紀に制作されたミイラ肖像画に描かれている円形または類的形の飾りがあるイヤリングである。この後に好んで描かれているのが S 字型の金のワイヤに様々な色、素材のビーズンが吊り下げられているイヤリングである。 最後の基本形のイヤリングと言えるのが、2本から4本のバーが上下につながれて、最下部のバーから奇跡や真珠が吊り下げられているものである。その他に描かれている宝飾品として、真珠などで装飾された金のヘアピン、体状の髪飾り、金のヘアネットなどがある。また、多くの女性のミイラ肖像画に、アミュレット、ペンダントなどの、おそらくは魔ヨけに用いられていた。 装飾品が描かれている。ローマ皇帝、セプティミウス・セウエルス一家を描いた円形画。ベルリン美術館所蔵ミイラ肖像画は、美術史上でも非常に重要な地位を占めている。古代世界でも壁画よりも板絵の方が高く評価されていたことを裏付ける小生が残っているが、現存する古代の板絵は極めて少ない。この現存する貴重な古代の板絵の一つが、 ミイラ肖像画であり、地方的とはいえ、当時の作風を現代に伝えていると考えられている。ミイラ肖像画と並ぶ現存する貴重な遺体に、200年頃にエジプトで制作された、ローマ皇帝、セプティミウス・セウェルス一家を描いた、セウェルスの円形画がある。この作品もミイラ肖像画と同じく、当時の作風を現代に伝えているとされている。ミイラ肖像画は、 特に遠近表現や表情表現が、後世の遺魂とよく似ている部分がある。両者には直接の関連性があるのではないか、ともされているが、ミイラ肖像画は膨大な古代ギリシアローマの伝統のごく一部に過ぎず、後世の古代末期芸術やビザンチン芸術には、これら古代ギリシアローマの芸術すべてが影響を与えたと考えるのが自然である。 セラピスト遺失が描かれた一体の遺恨がロサンゼルスの J ポールウェティ美術館に所蔵されている。紀元前からローマで信仰されていたミトラ教の美術品と同じく宗教的美術品の最初期の例は彫刻や壺ボだが3世紀頃から制作されたレリーフや絵画作品も発見されている。ありがとうございます。